豪雨に伴う水害や東南海地震、さらには直下型地震の恐れなど予断を許さない状況です。このような中、私たちは京都府10市4町の防衛警備をはじめ、各種の災害対処や国際平和協力活動など多種多様な任務に即応できるよう引き続き訓練に励む所存です。今年の記念行事のテーマ、絆は築いて61年、発達さっそうとした愛される福知山駐屯地といたしました。福知山駐屯地の隊員であるということを胸に、誇りを胸に、地域の皆様方との絆を深め、信頼され、愛される駐屯地を目指すことをここに改めてお誓い申し上げます。隊員諸君、これまでの長きにわたり、先輩方が築き上げてこられた輝かしい歴史と伝統を我々は今後も大切にし、後世につなげていかなければならない。さらに国内外の情勢や価値観は時の流れによって